俺の看板 AW リム。はい、どうも、スコリです。今回ですね、新しいイベントの方が追加されてましたんで、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがイベントの一覧の方にあります。こちらのね、ミキシャの先端ガシャってやつですね。まあ、昨日なんかバグって表示されてましたが、内容の方がちょっと変わって、再び再表示されたというふうになってますね。さすがに中身、昨日はふざけてましたからね。こんな中身で本当に実装するのみたいな感じだったんで、まあさすがにちょっと少し更新して、まあ持ってきたっていうふうになってますね。はい。まあ早速見ていこうかなというふうに思います。飛んでいって、どんな感じ？ああ、これ中身あるか。選択したやつを中身に選べる感じの、そんな感じのガチャか。確率は？ああ、選択戦勝ったら、マジでゴミだね。一回30金券か。ルーレット回すたびに、ああ、なるほどね。回していくことに消費する勲章の数が増えていくっていう感じか。つかこれ普通に高いな。だってこの感じやったらさ、結局全部消費せんとさ、ゲットできないっていう、そういうパターンのやつやんな。でさ、これ全部消費するっていう風になると、何個使う ?1 足す、3足す、5足す、8足す、16足す、26と。59個ね。59×の30なんで、1770金券か。まあでも中身によるな。これで金枠選択だけしてみて。わー、これな、昔のさ、あれだよな。ガチャの金枠が入ってるって感じだよね。そんななんかどれも別に欲しいわけじゃないなって感じ。スキンしか入ってないよね。これで終わりだよな、別に。これ以上あるわけでもなく。まあ16の羽衣のやつかな。これがまあ一番いいんじゃないの。あとは、ね、別に入手が簡単なやつしかないんで。別にこれでいいわけじゃないもんね。これ選ばずにさ、いけない？一回抜けてから、無理か。金枠だけ選んで、オレンジャク選ばずに、ソロプールで回したいわ。これ CS 昔あったやつよな、これ。これ配布だったよね、確か。ね。いや、違う、配布じゃないか。これ何だったっけ、これ。忘れた。まあ、もう覚えてないわ。まあ、どれも、別にもう今欲しいわけじゃないな。強いて言えば MP とか、MK5 のやつが、可愛くていいかな、ぐらい。ね、醤油のやつとか。で、これでまあ回せますよって感じのやつね。確率はどんな感じ？振られ方は。いや、絶対これ最後まで出ないやつやん。ねえ、0.2% しかない確率。絶対出らんって、これ。回したくねえ、これ。回さんでいいやろ、もう。マジで。冗談抜きで回したくない、これ。だって絶対26までさ、出らんって分かるやん、これ。ねえ、確率的に言うと、途中でさ、神引きするみたいな。神引いたところでさ、16なんだよな、この、昔あった。この16、まあ、この16が一番いい方でこれやからね。別になんか、そんな欲しいわけじゃないからな。いや、買い切りタイプのガチャってさ、おもろくないんだよね。で、おもろくないものを回したくないんだよ。マジ。回してません。はい。まあ、一応こんな感じでね、買い切りのやつ切るんで。まあ、今あった金額の方、もしも欲しいものがあったっていう方は、回せばいいんじゃないかなっていうふうに。まあ思いますね。はい。はい。ということで、今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、次ですね。戦ってる時に弾が欲しいとか出てきて、ボタンが邪魔になる可能性がないのかなと。まあ今回新しく実装された弾をね、自動で受け渡していますよっていう機能ですよね。まあどうでしょうね。まあ自分 PC でやってたんで、何のボタンが代替されてあそこに行くのかっていうのはわかんないですが、まあ自分の動画見たらわかると思いますが、あの位置にボタンが出てきて、邪魔な配置の人ってのは困るかもしれない。iPhone とかやったら結構邪魔になるケースってのはあると思う。で、次ですね。真面目に分からないが、転売の何が社会に出て役に立つんだろうかと。転売は、その物を売る時の考え方ってのがすごい役に立ちますね。めちゃくちゃ役に立つ。ね。相手がどう考えて物を買ってるのかっていうね。なかなかその社会に出て会社勤めをしていても、その自分でその物を売ることってないわけじゃないですか。会社にもともとその物を売るシステムがあって、その中でどう動くかっていうのが大事なのであって、そのシステムを構築するところから始めないといけない転売っていうのは、めちゃくちゃ勉強になります。これは相当勉強になる。てかまあその、基本的に転売以外でも自分自身で物を売ることなかなかしないでしょう。バイトで売っていてもそれは会社にもともとあるシステムを使ってるだけであって、システムを自分で一から考えて変えていってってことは絶対にしないからですね。どんな個人店であっても。それ相当役に立つよ。それが役に立たないことが逆にあるって思いますけど、それ以上の勉強が。まあ、逆にその転売が社会にとって何の役に立つかっていうと基本的にないよね。最近今さっき言う転売とか特に社会の役には全く立ってないと思う。むしろ首を絞めてるしね、社会が。自分が昔しょった転売とかは社会の役には立ってると思う。なんでかっていうと、まあ自分は基本的にその地方にあるカード、まあ自分の周りって地方なんで、大分なんでですね。まあ大分にあった需要のなかったカードに対して、まあそれをそのオークションに出すことによって需要を新しくね、都会の方に行くわけやから、需要を創出できるわけなんで。需要創出させて、まあ地方の方にお金を入れる。都会にあったお金ってのを地方に持ってくる。僕の懐にお金が入るってことは、そのお金ってのは絶対その地方で、
ね、発散されるわけじゃないですか。地方にお金を持ってこれるっていう意味では、社会には貢献してたと思う。で、なかった需要を生み出してるんで、そういう意味でも、社会に貢献してると思う。でも、今の転売っていうのはさ、もともとある需要に乗っかってるだけだから、乗っかって、転引きしてるだけなんで、それは、まあ、社会の役には立ってない。まあ、強いてその、無理やりその役に立ってる場所今の転売に対して求めるとするのであれば、まあ、その、税金を払うタイミングっていうのは増えるぐらい。ね、政府に入る税金が増えるぐらいかな。まあ、最低ね、消費税と所得税は払うわけで。まあ、2回タイミングは最低でも増えますからね。まあ、でも、消費税払ってないか。ほとんど転売してる人たちは。じゃあ1回か。まあ、下手したら所得税も払ってないか。じゃあ0回なんて、社会貢献してないですね。で、次ですね。大会も前やっていたサッカー賭博みたいな UA だったら、どんなチームがいるかもわかるし、倍率変動も多くていいと思うんだけどなと。まあ、大会の賭博のやつってね、倍率も低いしさ、UI 的にもわからんしさ、どこのチームが強いかっていう、その、直近のそのさ、戦績情報とかも出ないわけじゃないですか。ね、大抵そういうさ、まあ、実際ある賭博系のサイト、まあ、競馬とか競輪とかって、選手情報とか、まあ、チームの情報、まあ、チーム情報は何か、うん、その馬の情報とか、どういう馬が、ね、どこから生まれてるとかわかるわけなんですよ。誰が乗っていて、直近の5回のその戦績がこれぐらいでとかあるんですけれど、そういうデータないんだよな。うん。ないからさ、予想立てるのが結構難しいっていう。で、そういう情報がないからこそさ、実際そのライブ見てまで研究しようとはならないし、あと倍率が低いから、研究するのコスパ悪くねえともなるしさ。いや、倍率上げてからさ、比率化してほしい、マジで。アントバックシステム、マジで。これ本当に思う。ね。2連3連のさ、書き筋用意してから、本当競馬と同じにしてほしい。で、UI も競馬と同じにして、変動もある程度ありにしてからってしたらさ、絶対絶対面白いと思うんだよな、それ。だったらさ、まあ、ライブは見るかどうかはわからないけれど、かけては見ようっていう風になるわけじゃないですか。で、かけて見ようっていう人が増えればさ、それが自然とライブに対するさ、入り口にもなるわけで。いや、現在の賭博システムってのはもうなんか、ライブ見てる人限定の内輪ネタになってしまってるんですよ。まあ、それでもいいですけれど、それってもったいないでしょ、分母が低い今やったら。だったら、やってない人も、見らんけれどかけてみようっていう風に思わせて、そこを入り口にしていくっていう。そっから入ってもらうっていう方式にした方が、俺はそのライブに還元される数字ってのは増えるんじゃないと思うけどね。まあ一番そのいい方法だよね。そういう賭博システムっていうのが。一番そのいいマイナスポーツを見てもらえる方法だと思うんですよ。だってぶっちゃけ競輪とかさ、かけなかったら純粋な気持ちで見ようって人、だいぶ少なかったと思うし、選手ってのも全員食えてなかったと思うんだよね。競馬もそうやしさ、ね、オートレースもそうやしさ、ね、ボートレースもそうだよ。正直、かけがなかったら、もう絶対見ないと思うんだよ。見ないぐらいのマイナースポーツじゃん。正直。選手人口で言えば間違いなく見ないタイプの、まあ、そういうなんかスポーツだよね。だけれど、まあ、見る人が結構おるっていうのは、賭けがあるからやし、まあ、マイナースポーツが普及するいい方法だと思うけどね、それが。ね、コア行動も、まあ、e スポーツ自体全体がマイナースポーツやん。正直。ゲーム単体で違う競技って考えたら、全部そのマイナースポーツでしょ。選手人口。そこら辺で含めてもそうやし、まあ、視聴数で含めてもね、マイナースポーツじゃないですか。マイナースポーツを入らすためには結構いい方法やと思うけどな。で、使える通貨とかも、今はその、配布でもらえるやつだけやけれど、将来的にその、あのマーケットで使う通貨でしょ。まあ、あれはその、金券を還元して作るやつやけれど、あれ自体は課金通貨扱いじゃないから、まあ、あれを活用してかけることもできるし、みたいな感じでしてくれれば結構ね、見る人も、ひりつく人も増えると思うんで、いいと思うんだけどな。